ね、そうなんかユニークな人独特な人になれっていうのはねよく言われますけどもでもその勇気がなかなかないんですよね、うん、自分のことをとかく普通だ普通だと思いたいバイアスと特別な人間だと思いたいバイアスがこうこんがらがっていて結局多くの人がそう思ってるからみんな似たり寄ったりになるのかなと思います、うん、まあなんか徹底的にね平凡っていうのもなかなかないですよね、うん、当たり障りのない 生活を送って、うん、なんか目立つような目立たないようなで特技も別にないしかといってえなんか嫌われてるわけでもなくして、うん、仲間外れになってるわけでもないみたいなね、うん、いわゆるこの一言で言うといい人みたいな <laughs> 特徴がなくて、うん、いい人いい人よみたいなね女の人に紹介するときにうんそうねいい人よみたいな悪い人ではないよみたいな全然わからないみたいなねまあそれだったら一つの特徴を持ってとんがってる方がいいのかなと思いますけどね だか,らだから職業っていうのはなんかそのとんがりを表すことが間もあるんじゃないですかね。うん、YouTube で暮らしているっていうふうにあの私もね面倒くさいんで僕 YouTuber やってますっていうことがこの数年多くなったんですけどもあのすごい簡単ですよ YouTuber って言うと分かりやすいんででも同じように YouTuber をやってる人っていうのは出会うことがないですね。な、うんだから食品業界に勤めてますって言ったらね似たような人がいっぱいいたりとか。 ど,うどこの宗教団体いますって言ったらね、その関連の人がわ出てきたりとかしてね、うん、割とだから、あの、独特なようでありふれている人の多い中で、うん、なんかね、YouTuber っていうのはまだ少ないんだなって気がしないでもないですけどね。どうでしょうか吉田さん、私は YouTuber ですっていう人に会ったことはありますか